さあ、今日はジャンプちゃん、どこを散歩してんのかな？ジャンプちゃーん。なんか気になる店発見したよ。なんだろう、このお店。なんかね、型抜きとかね、駄菓子って書いてある。ちょっえ？とどんな行ってみようか店？な。ほら、駄菓子とかね、型抜き、テーブルゲームだって。本当だ。でも古本屋さんってなってるんだけど。なんだろう、行ってみよう。行ってみよう。ジャンボちゃん来ましたよ。ああ、先に言わはい。れちゃった。どんな店なんだろう。なんか入ってみたいと思います。ジャンプちゃんがいらっしゃいました。いろんな本とかある。本屋さんだよね。本屋さんだ。なんか面白いゲームが。なんだろう。何それ？ああ、駄菓子がありました。ヤンボちゃん駄菓子大好きだよすね。ごい、いろんな駄菓子があるよ。ん？よく見ると、ドロップボール1回付き。くじつき。なんかおまけがついてるみたいだよ。なんだろう、気になる。面白い。なんかおもちゃとかも売られてるね。懐かしいパーマンが。ここにはデビルマンが。懐かしいな。ん？ガンプラも売ってる。お、シューティングボール。1人1日5ボール無料。え、これ無料でで無きるの？料？やってみたいね。やってみたい。早速チャレンジしてるジョブちゃんでパーマンす。セットしてピョンって。はい。ここに入ると当たり。ここに入ると型抜きがいただける。欲しい。入らない。 欲しい。なかなか今難日隣しい。にいるのは米ちゃんだよね。なかなか難しい。ヤンボちゃん全然ダメじゃん。頑張ってまよ。あまあ、頑張ってます。入らない。結構あります。あれ？一人5個。まあ、なんか多めにありますけど。何回やってみる？なんかおーし。なかなか入んない。シューティングボール。意外と難しいんだね。入んないね。残念でした。はい。店内にはオーナーさんが作った自作のゲームがたくさんあるんだよ。無料でチャレンジできるものもあって楽しいよ。終了です。残念です。あら、残念。はい、これがくり抜けたらですね、70円分の駄菓子券がもらえます。じゃあ少し手伝いましょう。これが例の型抜きなんだね。楽しそう。失敗しました。あははは。もう一枚。うさぎです。これができたら80円分の、ね、駄菓子券がもらえる。チャレンジ成功するどうとしいろんよなご褒美があって楽しいね、このお店。ジャンボちゃんはやってみて失敗したんだよ。今度は米ちゃんがチャレンジしまう。す。はい、じゃあ、頑張って。さあ、米ちゃん、できるかな？ジャンボちゃんは瞬殺だったよ。すぐ割れちゃった。フレフレ、米ちゃん、フレフレ、米ちゃん。さあ、米ちゃんのチャレンジだよ。
うまくできるかな？なかなか順調だね。うまくできそうだね。子供の頃、肩抜きってお祭りでよくやったな。懐かしいな。セーフ。セーフですね。なかなか順調だよ。ウサギさんを切り抜いてんだよ。うまくいっかな。耳が飛びました。あらら、耳が取れて失敗だ。ブックメイトさんでは500円でオリジナルの缶バッジを作ってくれるよ。なかなか大きくてよかったよ。オーナーさんが自慢のマジックを披露してくれたよ。じゃあ、この借りた100円玉ですね、はい、ちょっと老眼でよく見えなくて、平成25年の100円ですね、はい、ここにシール貼りますね。今からね、このサインしてもらいたいんですけど、後で自分のって分かるようにちょっとサインしてもらいたいんですけど。サイン何でもいいですよ、何でもいいですよ。あの、ジャンボちゃんのサイン、サイン、後で分かるように。はい、J、ジャンボちゃんの J、 J ですね、これ大文字ですね。で、今からこの、ね、コイン使って、で、もう一つ使うものがあるんですよ。これか。これ。怪しい。なんか怪しい小道具が出てきたぞ。あのこれ、金庫みたいな、ね。これをですね、さっき見切ったコインを。ちょっと。あれと。入っちゃうんですよ。え、まさかそこに100円が入ってるってことないよね。調べてもらっていいですか。じゃあ、取りましょう。硬いですか、ちょっと触ってみて。開かない。うん、なんか入ってますね。はい、そしたらね、こう開けてください。回すとかいますんでね。開かない。開かない。開かないです。本当に。ちょっと待って。ちょっと待ってます。じゃあちょっと待って、はい、開けます。はい、多分30秒ぐらいかかりますね、開けるの。そんなに手間かかんのに、まさかそこに入ってるってことないよね。そこに入ってるのがね、あら、あ出てきた、サイン J。 入れたやつじゃん。どういうこと？不思議。なんで？って感じ。ブックメイトさんは子供思いの優しいお店でした。無料で遊べるゲームから、買い物するとチャレンジできるゲームなどいろいろあって楽しいよ。きっとね、家族で行くと最高だよ。ありがとう。また見てね。